ですけど、神山キャンドルハウスさんの、あのショールームの方からお届けしています。こんな感じでずらーっと並んでるんですけれども、高橋さん、こちらはいつも、はい、商談とかそういうのはやらせていただいてる場なんですよね。そうですね、はい、あのやっぱこうやって実際にゆらぎを見ていただいた方が、まあ、商品の良さもよく分かるかと思いますので、あのご興味を持ちたいというお客様には、まあ、ぜひこちらにお越しいただくようにご案内をしています、うん、で、亀山キャンドルさんといえば、はい、まずはヤンキーキャンドルですよね。はい、そうですね、 ありがたいことにこの今香りの商品非常に好調で、はい、この後詳しくご説明させていただけたらと思います。よろしくお願いします、はい、であとはまあこういった香りの商品とかも見ることができます、はい、でこの辺はウェディングに使われるアイテムですよね。はい、そうですね、なんかすごいですね。ちょっとこういう雰囲気を味わっていただけたらなと思います。画像で見ると全然また違いますよね。これも後で紹介する商品ですね。そうですね、はい、LED のキャンドルになっております。感じでキャンドルホルダー、はい、出てます。はい、こちらの本物の炎を使って今灯してるんですけれども、やっぱガラスの陰影が綺麗なホルダーを多く集めています。ということで、じゃあ一回戻って、はい、説明していきます。ということで改めてよろしくお願いします。ちょっと最初手間取っちゃったんですけど、よろしくお願いします、はい、高橋さんは、実際にスーパーデリバリーのお客さんとはお会いしたことはまだないんですよね。そうですね、担当させてもらってからのギフトショーっていうのも、まあ、ギフトショーって展示会で結構お客様と接する機会が、うんうんうん、まあ、今まではあったんですけれども、ちょっとこの状況で、まあ、なかなか展示会っていうのはまだできていなくて、はい、こういう機会、ウェブでこうやって皆様にお届けする機会をいただけて、嬉しく思ってます。はい、前職、中途で3年ぐらい、はい、はい、そうですね、はい、前職どういったキャンドルとかは全然関係ないですよね。はい、関係ないですよ、はい、なんか服飾の、まあ、バッグとかに近い、ああ、そうなんですね。はい、働いてました。はい、じゃあ、まあ割とファッショナブルといえばファッショナブルな業界にはいたんだけれども、はい、まあ、そこからキャンドルというところですね。ですね、はい、では、中身の方、内容の方に入らせていただきます。今日のは、おうちでキャンドルということで、やらせていただくんですけれども、まず、まあ、ショールームこんな感じで、ご紹介させていただいたんですが、亀山キャンドルさんって、まあ、どういう会社さんなのかっていうのをまず、ご説明していただければなと思いますので、はい、どうぞ説明していただければと思います。はい、お願いします。はい、今表示されているものにあるように、亀山ろうそくという、まあ、コンビニだったりとか、まあ、ドラッグストアとかホームセンターでおなじみの、亀山ろうそくを90年以上作っている、まあ、メーカーの、一事業として、私ども、まあ、キャンドルのある風景をご提案しているような舞台になってくるんですけれども、はい、そしたら次の、はい、はい、分かりました。はい、はい、そうですね、まあ、このキャンドルを広めていく活動は、まあ、大体25年ぐらいになるんですけれども、はい、今日まで、まあ、キャンドルに限らず、まあ、キャンドルを生かすような商材をいろいろ集めて、はい、これからご紹介する LED の、まあ、商品とかも含めて、はい、皆様の生活が豊かになるようなアイテムを
ご提案しております。じゃあ最初はあの亀山ろうそくという形で、はい、まあ、ろうそくの企業さんとしての、はい、あのまあ、こうイメージが強かったんですけれども、はい、まあ、それが次第にだんだんと、まあ、キャンドルハウスという事業部ができて、はい、まあ、インポートもののブランドの商品だったりとか、はい、そういったものがだんだんと増えていったような感じですかね。そうですね、うんうんうん、はい、じゃあなんかブランドの商品とかも含めて、まあ、ちょっと海外洋式、まあ、和のイメージがあったキャンドルが、まあ、洋のイメージにだんだんと変わってきたのが、はい、キャンドルハウス事業ができてからっていうところなんですね、はい、まだ20年前後ぐらいの歴史か、はい、しかないのがなんか意外な感じがします。そうですね、日本でキャンドルを使う文化を、はい、まあ、広めていくっていうのは、まあ、そうですね、比較的最近の、そうですよね、はい、うんうんうん、と思います。分かりました。じゃあ、続いて、今日の本題に入らせていただきます。おうちにキャンドルのすすめということで、今コロナ禍で、キャンドルやっぱりおうちにいる時間がすごい長くなってきているので、まあ、癒しっていうところでキャンドルが注目されているっていうのもあって、今日は、おうち時間におすすめのキャンドルを、ご紹介していただけたらなと思います、はい、じゃあ、なぜ今キャンドルが注目されているのかっていうその理由を教えていただいてもよろしいですか。はい、そうですね、やはり外出がなかなかできなくて皆様も多分ストレスを抱えていらっしゃるかと思いますけれども、はい、まあ、そういった時にこの弊社の癒しの商材というところがお役に立てているのかなと思うんですが、まあ、キャンドル、まあ、特にアロマキャンドルは、まあ、明かりも香りもまあ楽しめますので、はい、まあ、香りはもちろん癒しされると思うんですけど、このキャンドルの持つ揺らぎっていうのも、この F 分の1揺らぎと呼ばれているまあ自然のリズムをまあ刻んでいると言われているんですけれども、なんかそれをぼんやり眺めることによって、はい、香りだけでなく視覚でも癒されるっていうところで、なるほど、はい、このおうち時間の中でキャンドルを使っているっていう方、まあ、著名な方も含めてなんですけれども非常に増えている実感があります。そうなんですね、やっぱりこうキャンドルに癒される方が増えてるんですね、はい、で今日もこうやって亀山キャンドルさんが用意していただいているキャンドルの方が並んでいたりとか、私の大好きなウッドウィックとかドルミナラとかペンキンドルとかいった商品も並んでいるような感じなので、後ほどご紹介させていただきます。はい、ということで、では、内容の方に入らせていただきます。まずは、ヤンキーキャンドルをご紹介させていただきます。ヤンキーキャンドルといえばもう亀山キャンドルハウスの中で定番の商品としてやっぱり人気があると思うんですけれども、はい、画面の方をご覧の方はパソコンでご覧でしたになってましたら、こちら、QR コードの方携帯で読み取っていただけるとスーパーデリバリーのヤンキーキャンドルの商品に到達するような形になっています。ヤンキーキャンドルというと、まあ、1969年のクリスマスが発祥なんですね、はいはい、そうですね、50年ぐらい続いている、はい、アメリカの代表的なブランドになってくるんですけれども、なるほど、はい、弊社が独占で代理店させていただいていて、はいはい、そうですね、ブランドもいろんな進化をしながら、はい、いろんな方にご愛用いただいているブランドになってます。17歳のマイク・キトリッチさんが、はい、母親に何かプレゼントしたいと思ったのがきっかけ で自分でクレヨンを溶かしてキャンドルを作ったところから生まれたという、はい、なんとも優しい物語がここにはあるんですね、はい、やっぱこういうエピソードもあるので、やっぱりギフトとしての需要も、うん、ある商品ですので、じゃあやっぱりクリスマスとか、はい、まあ、そういったシーズンに秋冬シーズンに向けて、はい、やっぱりキャンドルはおすすめのアイテムなんですね。そうですね、はい、なるほど。で、ヤンキーキャンドルっていうといろんな商品が最近出てるんですけれども、はいはい、まあ、ちょっといろんな商品があるので紹介させていただきます。で、まずご紹介するのがこのサンプラーって呼ばれているタイプのものですよね。はい、そうですね、スーパーデリバリーでも非常に、うん、人気の高い商品になってます。本当にちっちゃくてサイズ感的にはこれどのぐらいも1点15時間これだけでも使えるので、そうですね、はい、
キャンドルホルダーとかと合わせてやれば、はい、そうですね、あのだいぶお得な、うんうん、はい、まあ、お試し用のサイズになっています。そうですね。で続いてもうキャンドルホルダーとかいらなくてジャータイプっていうやつ出てるやつですかね、はいはい、こんな感じのサイズ、これ一番ちっちゃいやつですかね。そうですね、ジャータイプの中では小さいものになっていまして、まあ、あのヤンキーキャンドル、はい、まあ、この可愛らしい瓶っていうのも結構特徴的なものなんですけれども、はい、これまあ、ヤンキーキャンドル代表とする、まあ、ジャータイプのキャンドルになっています。本当このタイプが火消すのも楽ですし、はい、管理するのがもう何と言っても楽なタイプです、はい。でまあ、このイメージがヤンキーキャンドルってとても強い商品だったと思うんですけど、最近それに増えているの加えて出てきているのがこういうちょっとおしゃれなパッケージのヤンキーキャンドルですよね。はい、こちらあのガーデンハイダウェイシリーズというあの商品になっていましてあのヤンキーキャンドルもあのアメリカ国内だけでなくあのヨーロッパでもあの多く販売されている商品になってまして、その、まあ、ちょっとヨーロッパを意識したあのラインになってるんですが、あのヤンキーキャンドルで初めてそのフランス人の調香師をあの使ってあの香りをあの開発したシリーズになっていて、あの嗅いでいただくとなんか今までのヤンキーキャンドルのイメージが、まあ、しっかり香るっていうものからあのなんエレガントな感じの香りですね。と、はいはい、いうところで、はい、あの購入いただいてます。なんかヤンキーキャンドルは純粋なレモン、ラベンダーっていうとレモンとラベンダーの香りが結構なんだろう、自然な香りが結構するイメージがあるんですけど、はいはい、こっちはもうちょっと複雑で、はい、大人向けのキャンドルっていう印象がありますね。はい、そうですね、あの、うん、やっぱヨーロッパって香りに結構、はい、うるさい方も多いかと思うんですけれども、そのヨーロッパで、まあ、支持されるべく、うん、はい、開発した商品になってますので、ちょっと複雑なブレンドかなと。そうですよね。はい、で、まあ、この今、ラウンドタイプの、ヤンキーキャンドルご紹介していただいたんですけど、エレベーションコレクションという形で、はい、エレベーションっていうタイプもあるんですよね。はい、はいはい、そうです。そしたら、あちら、あ、そうですね。はい、ご紹介させていただければ。すいません。実際にエレベーションもあるのでちょっとお待ちください。今、はい、エレベーションで、はい、使わせていただいているのがこのタイプです。ちょっと四角くなってて、はい、今これアロマ、はい、そうですね、ランプで、そうですね、やってるんですね、はい、あのキャンドルウォーマーというあの火を灯さずにあのキャンドルの香りを、うんうんうん、ハロゲン電球の熱であの温めることによってあのキャンドルを安心してお楽しみいただけるアイテム、はい、うんうん、その組み合わせでこ の, あのヤンキーキャンドルのエレベーションというシリーズの組み合わせが非常にあの好評でして、はい、まあ、このような形なんですけれども、あの結構あのエレガントなデザインになってまして、であのワックスもあのソイワックスというちょっとナチュラルなワックスも加えて、うんうん、あの結構香り立ちも柔らかいようなシリーズになっていて、であとこの蓋なんですけれどもちょっと工夫されていまして、この蓋がちょうどあの乗っかるようにデザインされているので、あのキャンドル使うときに、まあ、蓋どこに置こうみたいなあの悩みってたまに聞くんですけれども、なんかそういったところにも一工夫があるようなキャンドルになってます。ありがとうございます。でエレベーションやっぱり使っていただけると香りもあの香ったことがあるんですけれども、はい、エレベーションもやっぱりこう上品というか、通常のキャンドルハウスさん の, あのヤンキーキャンドルのこの香りに比べるとやっぱ大人向けな感じの印象がありますね。で、はい、そうですよね。でこっちもそうなんですけど、やっぱこのキャンドルとあのエレベーションは、割と大人向けの印象があって使いやすいですね。蓋を下に引いたら熱くないですか、ならないのですかっていう質問が来てます。そうですね、はい、キャンドルランプ、ランプのやつですね、はいはい、アロマランプは熱くはならないですかっていう、あ、でもまあ熱を加えてても上から電熱を加えているような感じになるので、熱くはならないですよ ね, すね、はい、前に使ったことはあるんですけど、 ありがとうございます。そうですね、瓶の部分はやっぱり長時間あの温めていると少しあの
触ると熱いなと感じられる時もあるかと思うんですけれども、あの蓋の方は特に気にせずに、うん、あの触れるぐらいにはなるんじゃないかと思います。うん、そうですね、はい、なんか実際にあれをあのランプを、オイルポットみたいな感じで使われるメーカーさんとかも多いですよね。はいはいはい、なんかそれで売り出しているところも非常に多く見かけられます。で、実際に本当にエレベーションおすすめなので、大人向けにぜひ取り入れていただければなと思います。で、今ご紹介しているのがエレベーションのコレクションで、QR コードを左下から読み取っていただけると、こちらの方も、エレベーションコレクションの方に、飛びますので、ぜひご覧いただければと思います。で、私の方が、先ほど持っていましたガーデンハイドアウェイコレクションの方は、こちらになっておりまして、まあ、フランス人調香師による極上フレグランスキャンドルということで、まあ、ちょっとこうフルーツロギーの香りというか女性向けの香りがすごい多いのかなっていう印象があります。で、まあ、癒しだったりとか優しい香りがするので、こちらも左下の QR コードの方から読み取っていただけると、スーパーデリバリーの亀山キャンドルさんのページの方からご覧になることができます。続いて、私も大好きなウッドビッグをご紹介させていただきます。これもウッドウィックってどういう商品なのか、まず説明していただいても大丈夫ですかね。はいはい、ウッドウィックというこのブランドの名前の通り、あの木の芯というあのシンプルなブランあの名前がついているブランドなんですけれども、はい、一般的なキャンドルっていうのは、芯が綿でできているので、はいはい、でそのこのウッドウィックに関しては、芯が木でできているっていうすごい特徴のあるブランド で、じゃあ芯が木でできているとどうなるかっていうと、暖炉のようにちょっとパシパシと音を立てながら火がついていくので、普通のキャンドル、まあ、先ほど申し上げたように香りだったり火による揺らぎの癒しもあるんですけど、まあ、それに加えて音っていう別の角度の付加価値もつく特徴のあるキャンドルになっています。なるほど。キャンドルっていうと、もう本当音がしないものだと思っていらっしゃる方も多いと思うんですけど、はい、これ実際にパチ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 鳴るんですよね。はい、そうです。なんか静かなところとかお風呂とかで、やっていただけると割とこういいんじゃないかなと思います。はい。で、実際に、そこに燃えているというか、はい、灯されているものがあるので、はいはい、見てみましょう。はい、こんな感じで今灯されているものがあります。で、今日音が聞こえづらいと思うんですけど、割とこうなんだ、炎が燃えている臨場感のある音がしますよね。はいはい、そうですね。なので、キャンプ好きの方とか、まあ、アウトドアが好きな方、まだなかなかキャンプが完全に心からできるような状態ではないと思うので、まあ、そういった方がお家で楽しむには非常におすすめかなと思います。ヤンキーキャンドルに比べて深みのある香りのものがすごい多いので、はい、男性でも使いやすいものが多いですよね。はい、なんか男前なキャンドルっていうイメージがありますね。そうですね、はい、でこのキャンドルを先ほど冒頭にお話ししたように著名な方のユーザーも多くてですね、そういうのをきっかけに、うちのネットショップだったりで、大きな反響をいただいた商品です。なので、まだまだ知られてないんだなっていうのをちょっと実感したところなんですけれども。そうですね。ウッドウィックは本当におすすめです、ね。はい。まあ、なんかこれ、大きいタイプもあるんですけど、はい、トラベルキャンドルみたいなちっちゃいサンプラータイプもあるので、はい、ぜひそれから試していただけるといいかなと思います。はい、そうですね、はい。で、これ消し方もすごい楽なんですよね。はい、消してみても大丈夫です。どうぞどうぞ。はい、これ、蓋をすると、すぐ酸素が薄くなって、これでもう消えるので、キャンドルを取り扱うのが非常に楽という。そうですね。はい。なんかもう火の扱いとか始末とか、はい、不安がある方は、これ蓋閉めるだけで、はい、で、その後普通に開けるのも簡単なので、割と圧迫せずに蓋も開けやすいので、はい、ぜひ、お家でキャンドル楽しまれたい方とかは、
ぜひおすすめです。そうですね、そのキャンドルを消した後にちょっとスモーキーな香りが立つことがあるかと思うんですけど、すね、あの今の消し方していただけると、あのその香りの余韻も楽しみながら、うんうん、はい、あのキャンドル楽しむことができるんじゃないかなと思います、うんうん、そうですよね。でなんかやっぱり、キャンドル自体がこう火の扱いとか管理とか、まあ、こう懸念される方もいらっしゃるかと思うんですけど、割とウッドウィックは管理がしやすかったりするので、なんかお家で、まあ、私はキッチンでよく灯したりとかするんですけれども、まあ、それ以外にもあの前の亀山キャンドルの女性の担当の方は、はいはい、あのお風呂でよく使われてたっていうのを言うので、はい、うん、お風呂のこうところであの大きいタイプを割と安定するので、はい、引きながらやられてたという方もいらっしゃいます。そうですね、やっぱり音はお風呂のような結構音が反響する空間だと、よりこのキャンドルの音が際立つのかなと思ったので、はい、なので、まあ、その辺をこう楽しんでいただけると、まあ、ウッドウィックって本当音も鳴るし明るいし、あと、まあ、明るさも楽しめるし香りもすごいいいので、まあ、なんかこう今までにあるキャンドルとはまた違った体感ができる、キャンドルだと思うので、いいおすすめだと思います。パチパチ音が鳴るのって珍しいですねというご質問が来てます。パチパチ音が鳴るのは何ででしょうかということです。はい、ウッドウィックというブランドの名前の通り、芯、火を灯す芯の部分が木でできているので、そこに火がつくことによって、本当に木が燃えているように、まあ、焚き火とか暖炉とかのように、パチパチと音が鳴るような仕組みになっています。はい、ということで、まあ、軸芯が 木になっているので、まあ、その辺でパチパチとこう焚き火のような音が鳴るような感じになったりとか、はい、ぼーっと火が燃えているようなこう、はいはい、なんだろう、ちょっとしたこう焚き火のようなこう、はい、火のなんだろう、炎ですね、火という炎の、そうですね、もう本当ろうそくの炎とはまたちょっと違ったダイナミック感があるキャンドルだと思います。確かに、うん、おっしゃる通りだと思います。まあ、家でよく使っているので、ありがとうございます。ちょっとイラッとした時はこれを焚いていただけると本当に火を灯していただくとかなり癒されますので、はい、こう小気味良い音が割とこういい音するので、ぜひお試しいただければなと思います。はい、ウッドウィックは、プチキャンドル、ちっちゃいサンプラーのトラベルキャンドルっぽいやつ、はい、キャンドルって消臭効果もあるんですよね、はい、確か。そうですね、まあ、火がつくことによって、まあ、空気中の酸素を、取り入れて燃えていきますので、その嫌な匂いも含めて、はい、燃えていくような形で、そうですよね、はい、なのでこう消臭効果とかがあるので、まあ、トラベルキャンドルっていうこのプチサイズのものは上の蓋をで、これも消すことができるので、この商品でももう旅先に持ってって火を灯してもらえれば、もう自分のお好みの空間に香りがなるので、まあ、火の管理だけ気をつけていただきながら使っていただけると、もう非常に心地よい空間ができるんじゃないかなっていうので、プチキャンドルも実はおすすめです。そうですね、であと、まあ、ウッドウィックジャーもちっちゃ、割と結構使い勝手が良くてボリューム感 S だけど結構ありますよね。そうですね、はい、まあ、S を使っている方も、まあ、よく聞きますよね、はい、でトリロジージャーっていうのが、まあ、カラーがやっぱりこうトリコロールカラーになってて、はいはい、まあ、階層ごとに香りが楽しめるタイプって感じですよね、はいはい、そうですね、まあ、これも、まあ、まあ、うちの中ではウッドウィックの、まあ、特徴の一つかなと思いますので、で最後があのハースウィックっていう、はいはい、でっかいやつですね。そうですね、本当に大きいので、はい、まあ、長持ちするのもそうなんですけど、はい、なんだろう、火の炎の燃え盛り方がちょっとキャンドルとはちょっと違った感じのダイナミックさがあるので、はいはい、まあ、お家で、なんだろう、暖炉は持つことはできないけれど、はい、これで暖炉気分を味わうことはできそうですよね。そうですね、ウッドウィック、このじゃあプチキャンドルから始まってで、もう本当にハマっちゃった人はもうハースウィックになるんですよ。そうですね、はい、形私はなんか 2,3 個ぐらいハースウィックを、はいはい、持ってますね。 ありがとうございます。そうです、このプチキャンドルちょっと補足させていただくと、このラインナップの中で唯一
ガラスではない容器でできていて、まあ、ポリカーボネートっていう、はい、あの熱に強い樹脂を使っているんですけれども、うんうんうん、なのであのカバンに入れても特に抵抗なくあの持ち運びもしやすいっていうのが、うんうん、はい、トラベルとしてのあのおすすめポイントかなと思います。割れる心配もないんですよね。はい、そうですね。はい、パチパチ音が、モーションの室内で品質に影響出ますか、はい、という質問が来てます。はい、そうですね。ちょっと正直にお答えすると、やっぱり、ソイワックス、こちらのウッドウィッグも、ソイワックスという、まあ、ナチュラル素材の、融点が低いあのワックスを使っている商品になりますので、あまりにもちょっと室温が高い場合には、ちょっと若干溶けてしまったりというような、まあ、見れるんですけれども、まあ その状態で、まあ、灯していただいても燃焼には特に差し支えはございませんので、まあ、香りも同様に楽しんでいただけます、まあ、できれば室温というか、まあ、暑いところには、はい、まあ、避けて暑いところは避けていただ、はい、気温が暑いところは避けていただいて、はい、まあ、普通に通常に使う分にはまあ溶けることはないですよね、はい、本当に猛暑のところには、はいはい、酷暑のところに置いておくとか、はい、そうです、まあ、直射日光とかは避けておいていただくのがいいのかなと、そうですね、はい、思います。本当に暖かいところ、日の当たるところというよりは、ちょっと暗がりがやっぱりキャンドルなので好きなのかなっていうところで、はい、まあ、そういったところで管理していただければと思います。はい、なので、決して日当たりがいいところには置かないでくださいということですね。はい、で、続きまして、大人の光と影を楽しむ LED ソーラーランプということで、こちらも実際に商品があるんですけれども、はい、スーパーデリバリーでも QR コードこちら左下にあるんですけど読み取っていただけると、ご覧になることができますのでぜひ見てみてください。こちらが LED ソーラーパネル、ソーラーパネル対応の LED ランタンですね、はい、これ私も持ってて何個か持ってます。で SNS でも実際話題で、はい、私の友達のこの投稿が渡る松島さんっていうのがあるんですけど、まあ、これがまあ、火付け役となって、まあ、本当 LED ランタンここから何個売れたんだろうっていうぐらいありがとうございますありますね。そうですね、やっぱりこうやってSNS 特にインスタグラムで投稿をしていただいたきっかけで、まあ、いろんな方の目に触れて結構爆発的に売れた商品になっているんですけれども、これを写真に撮るだけで相当なんていうんですかね、おしゃれな投稿に多分フォロワーの方とか見ていただけると思うので、これ一つあるだけでもうインスタグラマーになると思います。はい、でなんか割と小さなお子さんがいる家庭よりは大人で、まあまあ、子育て一段落されている方とか、あとまあ独身でこうお家の中で癒しを求められている方とか、そういった方に結構おすすめかなと思います。そうですね、うん、今まあ、キャンプの話またあるんですけれども、うんうん、キャンプに、まあ、そうですね、その心から楽しめるときに持って行っていただきたいんですけれども今ベランピングとかおうちキャンプっていうのも非常に、ね、旬なキーワードなので、まあ、これがあるとすごいその雰囲気が上がりますので、ぜひそういう、まあ、お外、まあ、半外での、まあ、ご利用も非常におすすめです。種類がソーラーハニカム、ソーラーピーコック、はい、ソーラーストライプ、はい、ソーラーヘリンボーンとあって、はい、まあ、もう先行販売の時に何回か完売になって、はいはい、でそこからもう追加生産、追加生産っていう形で進んできた商品ですよね。はいはい、そうですね。はい、でもうだいぶ売れ行きも良くて、実物の大きさがあるので、よかったら見ていただけたらなと思います。で、本当実物があるのでこんな感じで割と大きめです。そうですね、実物は結構大きいんですけど、はい、まあ、なんかランプは下、実は 上についていて、でここにソーラーがあるので、日中は、はい、まあこうなんだろう、自然光が程よく当たるところに置いといていただいて、はいはい、夜になると自然とこう電源が入ってスイッチ入れていただくとつくような感じ、はい、ここにボタンがあるのでつくような感じになります。で、まあ、屋外用のものなんですけど、はい、まあ、完全防水ではないですよね。はい、そうですね、まあ、生活防水に対応しているような商品で、
まあ、うちも外で、まあ、使ってみたりはしてるんですけれども、まあまあ、ほとんど大丈夫かなとは思うんですけれども、一応そうですね、企画としては、まあ、生活防水の企画になっています。ただまあ土砂降りの日とか、はい、雨が降り始めた時は家の中に入れていただいたりっていうのが一番長持ちするかなと思いますので、まあ決して屋外用でも外に放置するっていうのはちょっとやめていただけると、まあソーラーパネルとかもやっぱりね、長持ちするのはお家の中に入れたりとかしてしっかりメンテナンスすると長持ちしますので、ぜひ使ってみてください。これもう本当すごい売れてて2、3回ぐらい完売見た気がします。あ、本当にその通りで。そうですよね、はい、で今日この柄がなんか8月ぐらいだと、はい、今月はこの柄がもうないんだとかっていうのを見ながらこう見てました。はい、そうですね、やっぱりこの柄が一番人気で、まあ、ボディが白いっていうのもそうなんですけれども、やっぱりこの柄が、一番結構地面に出ると結構心が華やぐ癒される感じですね。はい、投稿していただいている写真とか見てても、やっぱこれが、まあ、これを上げてる方が多いかなと思いますし、やっぱ陰影が綺麗ですよね、はい、で、まあ、やっぱりキャンドルとかっていうと、はい、明かりを楽しむとか明かりに癒されるっていう印象があるけど、これはまあ光と影両方楽しんでいただけたらなと思いますので、はいはいはい、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいなと思います。はい、はい、では、続いて次の商品に行きたいと思います。はいはい、質問とかあればチャットとかで、どんどん送っていただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、続いて、もはやもうキャンドルの代用品とは呼ばせない新しいキャンドルの魅力と楽しみ方を追求したルミナラということで、まあ、画像で見るともうキャンドルもう本当になんだ本物のキャンドルみたいに感じるんですけど、これ本物のキャンドルじゃない商品です。はい、で、ルミナラという商品で、QR コード読んでいただけると、スマートフォンでパソコンでご覧の方 QR コード読んでいただけるとルミナラに、到着するかと思います。そうですよね。はい、そうです。はい。じゃあルミナラについてご紹介していただけると嬉しいです。はい。こちら、まあ、LED キャンドルの、まあ、先駆けとなったブランドなんですけれども、まあ、弊社はもう数年取り扱っております。はい。やっぱり特徴としてはこの本格的な炎の揺らぎを再現したものだと思います。ちょっと明るいとよく分かりにくいんですけれども、はい、こんな感じになってて、サイズがいろいろあるんですよね、こうちっちゃいサイズと。そうですね、はい、なのでこう、まあ、2つのサイズとかを組み合わせて置いていただくと、よりおしゃれ度がアップするかなと思います。でもなんか画像で見ると本物感がすごいですね。はい、確かにそうですね。ちょっとなんか熱いんじゃないかみたいな感じがするんですけど、全然熱くないです。はい。まあまあ、うちはまあ LED も、まあ、本物の炎もご提案しているようなメーカーですけれども、やっぱりそれぞれの楽しみ方っていうのがあって、やっぱり、LED だと楽しめるシーンっていうのがあると思うんですよね。眠る前、まあ、そのまま寝てしまっても大丈夫だったりとか、ね、はい、あとはそうですね。本棚の中にちょっとディスプレイしていただいて、まあ、本物のキャンドルだったらちょっと、実際にはそういう使い方をお勧めできないようなシーンでも LED だからこそっていう使い方もLED のお勧めしたい理由の一つになってきますね。そうですね、はい、あとはまあ扱いやすいっていうところが一番大きいですよね。はい、あとまあ これで明かりを取るっていうよりは癒し効果の方が、はい、キャンドルの揺らぎを楽しんでいただくっていう商品になって、はい、まあこうキャンドルの雰囲気を味わっていただく商品として使っていただけたらなと思います。はいはい、サイズによって価格は違うんですけれども、だいたいいくらぐらいになるんですかね。そうですね、まあ、5000円、まあ、サイズにもよりますが、まあ、5000円前後にはなっておりますね。そうですね、まあ、LED キャンドルって、まあ、いろんな、まあ、メーカーさん出されていると思うんですけれども、ルミナラはこの、まあ、より本物感を出すためにこの外側が本物のローでコーティングされていますので、そうですよね、なんかしっとりしてる感じ、はい、そうですね。でローから透けてくる明かりっていうのがキャンドルの美しさの一つであると思いますので、そのあたりもきちんと再現されている商品になっています。これは電池で対応するような感じですかね。でここにオンオフがあるので、はいはい、であとリモコンもあるんですよね、はい、確かリモコンもあります、はい、リモコンでピッピピッピやっていただくと、はいはい、普段か
たくさん使うときは管理がしやすくなります、はい、サイズもいろいろあるので、はい、ディスプレイとかにもいいですよね。ランタンと合わせて、はい、組み合わせてディスプレイされたりとか、はい、そういったものが、ルミナナに関してですが、市場に出ている安価な類似品との違いは何でしょうかというご質問が来ています、はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱり炎の揺らぎ方比べるとちょっと、やっぱりルミナラやっぱり先に出てきたブランドだけあって、やっぱ相当本格的かなと思います。そうですね、画像で見ると結構すごいですね、はい、そうですね、やっぱり本物の火をご提案している亀山が、うんうん、あえて採用している LED の商品なので、そうですね、はい、本物に近くなかったら亀山ろうそくの名が、はいね、ちょっとあれですね、はい、なのでちょっとその、あと、まあ、炎のクオリティっていうのは非常に優秀かなと思います。立ってもいた熱くはないです、はい、全然、はい、であとはここのローですよ ね、はい、あとはリモコンが使えたりとか、あとはタイマー機能がついているとかっていう機能もそうですね、もしかしたら他のメーカーさんに出されているものにはないものも多いかなと思います。機能性とあとまあ質感と、はい、あと炎のクオリティっていうところが一番大きいと思います、はいはい、でやっぱりこう他のメーカーさんはどちらかというと炎にこう注目している、はい、炎だけのこう揺らぎのイメージがあるんですけど、はいはい、ルミナはどちらかというともうろうそくもそのものにデザインも、近づけている商品になるので、はい、ぜひご検討いただけたらなと思います、はい、では、続いて質問が来てますね、はい、他のメーカーとの商品は、あ、そうですね、うちのスタッフが今質問に答えてくれています、はい、で、それから次の商品に行きたいと思います、はい、ルミナラとか他に聞きたいことがあればどんどんチャットでご質問いただければなと思います、はい、でまあ、ルミナラっていう、まあ、キャンドルというと、まあ、なんだろう、夜の雰囲気もあったりとかすると思うんですけど、これはもう朝も使っていただいても全然本当に画像に映えるので、そうですよね、おしゃれに、そうですよね、はい、なんかこう普通の炎だとこうなんだろう、光が弱くて朝方使うと割とこうぼやけてしまうんですけど、はいはい、ルミナラの場合だと炎がしっかり表現されているので画像にした時に結構映えるので、ディスプレイとか、はい、やっぱりこう人に見せていく写真とかインスタグラムとか、はい、そういったところにはやっぱり好評なのかなっていう印象がありますね。はい、そうですね、はい、お店とか、まあ、美容室さんだったりとかでも、うん、ウィンドウの装飾だったりでこうイルミナラとか、まあ、使っていただくこともありますので、うん、もしそういった方がご覧になったらぜひ取り入れていただけたらなと。そうですね、はい、で続いてですね、はい、次の商品をご紹介していきます。次なんですけれども、どの角度で見てもリアルな炎を再現、遠近ドルという商品です、はい、ルミナラに比べて炎の部分にちょっと違いがあるんですよね。はい、そうですね、まあ、月々よしあしあるかと思うんですけれどもこの、まあ、ルミナラって、まあ、その平べったいパーツがゆらゆら揺れて、はい、まあ、そこに、まあ、小物感もあったりはするんですけれども、うん、やっぱり横とか後ろとかから見るとルミナラです、はい、まあ、多分正面ですよね。これ横とか横にすると、はい、後ろこういう感じです。そうですね、なので例えばですけど、まあ、円卓に置くとかっていうシーンではこのルミナラの明かりを楽しめる方と楽しめない方が出てきてしまったりするんですけれども、見る角度によってはちょっとこれ、はい、偽物っぽいなみたいな感じがするんですね、はいはい、そうですね、でその、お悩みを解消した商品になってるんですけれども、これが遠近ドルです、はい、多分回していただくと、まあ、360度どの角度から見てもリアルに見えるっていうところに特徴がある、うん、LED キャンドルで、ちょっと炎の感じが横にするとちょっとあれなんですけど、ちょっと炎の感じがまた全然違うので、飲食店に使われていた LED キャンドルがほこりまみれで衛生的に気になりました、お手入れは可能でしょうかという、はい、ご質問が来ています、はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、乾いた布だったりとかで、はい、まあ、拭いていただくのがよろしいかなとは思います、うん、そうですね、まあ、やっぱりローになってるんですよね、はい、この遠近ドルの方も、はい、ルミナラも触っていただくと分かるんですけど、はい、私実際触っててローになってるんですよ、はい、なのでやっぱり
ちゃんと拭いていただいたりとか、はい、乾いた布とかでいいんですか、ね、そうですね、それが一番いいかなと思います、うん、で特に多分ホコリがたまりやすいのは、うんうん、天面の部分だと思いますので、そうですね、この部分が多分一番ホコリがたまりやすいと思うので、はい、衛生面気を使うのであれば、丁寧に拭き取っていただければ乾いた布で大丈夫なんですよね。そうですね、はい、で大丈夫です、はい、なので割とお手入れは可能なのでぜひ使っていただけるとなと思います、はい、あとはまあもう本当どうしても取れないときは、はい、濡れた布でも全然、そうですね、はい、水分をこう垂らさなければ大丈夫だと思うので、はい、うまく調整していただきながら、はい、対応していただければと思います。はい、エンキンドルもやっぱこうやって見ると立体感がすごい、どこから見ても炎が、うん、そうですね、はい、しっかりしてますね、画像で見ると、はいはい、こんな感じでちょっと角度いろいろ変えているので見づらいかもしれないですけど、はい、ルミナラは香りがついていて、うん、エンキンドルは、まあ、香りがついていない仕様になっているので、あと色バリエーションもそれぞれ異なるので、はい、まあ、お使いになるシーンに合わせて、はい、お選びいただけたらなと思います。こっちの黄色いちょっときなりっぽい方が、ルミナラで、はい、こっちの白い方がエンキンドルになっています、はいはい、ぜひちょっと違いがよくわかるかなと、はい、本当炎がちょっとこう尖った感じで、まあ、丸いラウンドになっているので、こうやって画像に見たときになんか火の揺らぎの部分を取っていくか、ここどこから見ても炎というか、はい、灯されているキャンドルらしさっていうのを取っていくかっていうところ、お好みなんですけれども、はい、好きな方をこう選んでいただけると、よりお店の雰囲気に合ったものっていうのが選べるんじゃないでしょうかね、はい、うん、ということで、まあ、お好みに合わせて、もう本当 LED なんですけど、もう質感が外側の質です、質感も完全にキャンドルなんで、はい、持っていると、はい、キャンドルっぽい感じがします。なんか火がついてない、LED がついてない状態だと、まあ、普通にキャンドルが置いてあるんじゃないかと。そうですよね。うんうんうん。そんな感じがします。はい、で、続いて。で、エンキンドルの商品なんですけれども、こちらの QR コード読み取っていただけると、はい、スマートフォンで、読み取っていただけると、パソコンからご覧の方は、スーパーデリバリーの、亀山キャンドルエンキンドルの商品に、到達しますので、ぜひご覧いただければと思います。で、こういった形でやっぱり朝方見ても、はい、やっぱりエンキンドルは綺麗に見えるので、よかったらやってみてください、はいはい、そうですね、うちの、まあ、亀山キャンドルハウスでも YouTube のアカウントを持っておりますので、うん、そうですね、ぜひそこに、はい、まあ、こういった動画日々たくさん載せておりますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。そうですね、はい、で、続いてご紹介する商品がインテリア性も高くコスパの良い LED キャンドルイルミネライトという商品ですね、はい、こちらご紹介していただいても大丈夫ですか、はい、そうですね、まあ、いろいろラインナップが、まあ、LED の商品の中であるんですけれども、まあ、ルミナラとエンキンドルはもう、まあ、キャンドルの形を、まあ、突き詰めたような商品になってくるんですけれどもまあそれ以外の、まあ、揺らぎのある明かりの商品で、いろんなバリエーションを持たせてる自社規格のブランドになってるんですけれども、で今回はまあ、この冬一番来そうな、まあ、すでに来てる商品もう売れ始めてるっていう、そうですね、はい、まさに、はい、商品をちょっとご紹介できればなと思います。ちょっと今画面に出てるものはこのイルミネの中での、まあ、その形だったり、ちょっとグラスに入ったモチーフだったり、はい、ちょっと様々なデザインが載っているかと思うんですけれども、おすすめしたいのはこの今お手元にある、はい、はい、じゃあ実際に、はい、イルミネライトは本当種類が豊富で、はい、ピラーといってこうなんか細長いキャンドル、テーパー、テーパーキャンドルって呼ばれている、はい、この細長いタイプのキャンドルもあったり、はい、こういうランタンタイプもあったり、はい、これもイルミネライトなんですね。そうですね、はい、ちょっと金色のガラスに入ったような、ガラスに入ってるタイプ、はい、表現が本当さまざまで、はい、いろんな種類があります、はい、で、実際に私が今持っているのがこんな形で、
はい、あのイルミネミニファイヤーランタンという商品になってるんですけれども、画像で見るよりも、はい、あの動画、あの今多分なんだろう、ズームで見ると、はい、こう炎の部分がすごいこう、はい、なんだろう、強調されて見えるんですけど、実際に見るともっと炎っぽいです。はい、そうですね、この、まあ、キャンドルではないこの炎が燃えたぎってるような表現っていうのもやっぱり人気がありまして、もともと大きいサイズのものを中心に展開していたんですけれども、うんうんうん、昨年からちょっと小さいサイズが出始めて、まあ、お値段もこれで1700円、うん、割とリーズナブルな感じです。これで卸値って考えると結構そうですね、リーズナブルです、はい、なので、まあ、これが去年から爆発的に売れていまして、ちょっと今年も、LED の推しの商品といったら、まあ、これになってくるのかなと思います。イルミネライトが一番おすすめですね。そうですね、はい、これ本当なんかこうズームで見てると若干火の玉感は出てるんですけど、はい、実際に見ると本当にちゃんとこうリアルな、こうなんだろう、炎の感じっていうのが、はい、演出されているので割とおすすめです。そうです、特に小売店さんとかで、これを、店頭でサンプルで置いていただくと、やっぱり動きのあるディスプレイってすごい目を引くんですね、そういったこともきっかけとなって結構店頭での消化もいいという評判が高いですね。やっぱりこう秋冬シーズン、はい、やっぱ夜長が、夜が長くなっていくので、はい、そういった時にこれをディスプレイで使っていただけると好評っていうところですね、はいはい、そうですね、このこれからの季節だと、ハロウィン向けの装飾としても優秀だと思いますし、でもちろん、ランタン、クリスマス、その先も使えないかというとそういうことではなくて、夏にじゃあキャンプとかで、この炎のモチーフっていうのは非常に雰囲気が上がる商品だと思うので、実は秋冬にピークこそ来るかと思うんですけれども、春夏もこのアウトドアモチーフとして、そうですね、重宝するアイテムだと思うので、ぜひ、はい、ディスプレイアイテムとしてぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか、はいはい、ということで本当いろんな種類があるので、ぜひもう本当お好きな形を選んでいただいて取り入れていただけるといいかなと思います。はい、で割と秋冬シーズンに盛り上がってくる商品ではあるんですけども、春夏も人気でずっと定番でやっている商品で、種類もたくさんあるので、雰囲気に合うものをぜひ取り入れてみるといいんじゃないかなっていうところですね。はい、で最後に、はい、ご紹介いただくのが冬におすすめヒュッケなポタリーライトですね。はい、はい、そうですね、今年、クリスマスの商品を毎年ご用意させていただいている中で、今年はそうですね、よりヒュッケな雰囲気を追求した商品をセレクトしたんですけれども、はい、こういう陶器の、はい、オーナメントだったりをちょっと北欧チックなものですかね、クリスマスに向けてやっぱりおすすめなんですけど、はい、クリスマスだけじゃなくて、はい、冬時期にもおすすめなアイテムです、はい、これ今ハンガーというか、はい、ワイヤーのこのランタンかけるやつ、はい、フックにかかってるんです、はい、こんな感じになってて、でこれ陶器なんですよね。そうですね、はい、陶器の中に、LED が入っているような形になっています、はい、なので、この後またお時間あればショールームの方に戻れればと思うんですけれども、 その時に暗い状態での雰囲気も少し感じていただけるかなと思いますのであとはスーパーデリバリー上の商品の紹介のページでも、そうですね、この今明るい状態よりかはより雰囲気感じていただけるのかなと思いますので、そうですね、はい、やっぱりこう見ていただけるととても分かりやすいかなとは思いますので、はい、ぜひ、感じ取っていただけたら嬉しいなと思います。はい。で、まあ、はい。はい、これナチュラルなデザインなので、フォトさんおっしゃったように、クリスマスってわけではなくて、この秋冬、それ以降も北欧テイストの、ナチュラルなご自宅に飾っていただくっていうのは、そう違和感があるわけではないと思いますので、やっぱりズバリクリスマスのモチーフよりかは、小売店さんも扱っていただきやすいのかなと思いますので、そのあたりもおすすめです。
そうですね。ということで、まあ、商品は大体今回ご紹介させていただいたんですけれども、はい、最後に、一旦はい、あちらの、はい、ショールームにまた行って、はい、実際に光った様子っていうのをご覧になっていただければと思うんですけれども、はいはいまあ、先にアンケートのご協力をお願いしますということで、アンケートをぜひ、今日の感想などをいただけたら嬉しいです。メーカーさんへの応援のコメント等をいただけると、高橋さんすごい喜びますんで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、じゃあ、一回この中に入らせていただきながら、はいはい、全体の、ショールームの様子とともに雰囲気を味わっていただけたらすごい嬉しいなと思います。なのでちょっと移動してショールームをちょっとご覧になっていただこうかなと。ということで、ご覧いただければと思います。お願いします。お願いします。はい、ということで。こちらの商品の方を、やっていこうかなと思います、はい、こちらがショールームになっていて、実際にはあれですよね、はい、お店が1階にあるので、はい、ここに来れるのはお取引先さんだけと、ね、いうことですよね、はい、お取引先様でご予約いただければご案内することができますので、はい、実際に商品をご覧になりたいという方はぜひコンタクトしていただけたらと思います、はい、東京の南青山にありますので、はい、表参道駅からすぐなので、はい、ぜひ来ていただけると思います。そうですね、ショップも一般の方もお越しいただけますし、あとはキャンドルのスクールも併設しておりますので、今おうち時間で、キャンドルをおうちで作られる方っていうのも、非常に増えているので、もしなんかそこからキャンドルをはまってきた方なんかはスクールに通って資格を取ったりなんかっていうの、うんうん、はい、おすすめです。はい、ということで、ちょっと今日ご紹介した商品をちょっとずつ振り返らせていただきながら、商品のご検討いただけたら嬉しいなと思います。まず、ご紹介いただいたのが、はい、ヤンキーキャンドルですね、はいはい、亀山キャンドルさんといったらヤンキーキャンドルのイメージがあると思うんですけれども、はい、アメリカ初、亀山独占販売、世界ナンバーワンフレグランスキャンドルということで、はいはい、知名度が一番あるキャンドルです、はい、どの商品がおすすめでしょうか。そうですね、やっぱりどんどんリブランドしてるっていうところは、うんうん、ぜひお伝えしたいかなと思いますので、ちょっと好評すぎて在庫に限りがあるんですけれども、このエレベーションシリーズ、うん、はい、まだご存知でない方にはお手に取っていただきたいなと思います、はい、やっぱりこれが上品な感じになってて、はい、で大きいサイズもあるの で、 で、ね、割と、はい、重さもしっかりありますので、はい、ぜひ手に取っていただけると、はい、小さなサイズから始めていただいて、まあ、大きなサイズにお気に入りのものはぜひ使っていただけたらなと思います、はい、でそれから通常の亀山キャンドルの、ヤンキーキャンドルの、小さいサイズはサンプラーと言われて、はい、スーパーデリバリーでまずお試しで使っていただいているのがこのサイズになります、はい、でそこから、中間の S サイズですかね、はい、で M サイズ、はい、そしてお気に入りがあれば、こちらも L サイズにしていただけると、はいはい、でお店とかでも気に入ってる空間で、はいはい、まあ、お店のブランディングとかでから香りを楽しまれたい方はやっぱり L サイズを楽しんでいただけるというところですね、はいはい、で続いて、はい、こちらですね、はい、キャンドルウォーマー、はい、まあ、スイッチ一つでアロマキャンドルを、まあ、火を使わずに楽しんでいただくことができるような商品になってまして、これも、まあ、昨年ぐらいから非常にブームになってきていまして、まあ、キャンドルを楽しむ新しい形として提案している商品です。デザイン自体も非常に可愛くて、小さくてお部屋にも置きやすいので、まあ、そういったところからも人気につながっているのかなと思います。そうですね、はい、で、その次にご紹介させていただいたのがウッドウィックという、パチパチ音が鳴って、はい、音と香りと、はい、光で楽しんでいただけるキャンドルになります、はいはい、そうですね、気になった方はぜひ動画とかでより商品の雰囲気知っていただけたらなと思いますので、お願いいたします。軸芯がこのように木になっているので音がパチパチと鳴るような感じになっています。はい、小さいものはこんな感じに軸芯がなってるんですけど、一番大きいタイプだとこう一本線描いたような中身になっています、は
で、こちらが先ほどご紹介させていただいた、ヤンキーキャンドルの新しいタイプの。はい、はい、ガーデン・カイザーウェイという、はい、フランス人調香師が手掛けた、深みのある香りになってますので、ちょっとこちらも数に限りがあるんですけれども、はい、今までのヤンキーキャンドルとちょっと期待違うところを、はい、サンプラーがあるので、はい、ぜひ、はい、まずはサンプラーから取り入れていただければと思います。はい、で、ウミナラがいいのかな、はい、こんな感じで、ウミナラが並んでいます。はい、やっぱり炎が割と立体的で、本物のローを使っているのが特徴的です。やっぱりいくつも並んでいると、それの雰囲気がしっかり出るので、ぜひ取り入れてみてください。はい、で、それから、エンキンドルですね、はい。こちらです。はい、先ほどお見せした、ホワイト以外にも、ブラックとかブラウンとか、結構モダンなタイプも取り揃えてますので、お部屋のカラーに合わせて、いろいろ楽しんでいただけたらなと思います。で、その後ご紹介させていただいたのが、イルミネライトですかね。はい。はい、手前に映ってるのが、先ほどちょっと一応させていただいたミニファイヤーランタンですけれども、隣にあるのがキャンドルのモチーフのミニランタンという商品で、はい、その上段に映ってる、大きいタイプのものなんかも、白と黒のバリエーションになって、販売もしておりますので、で、あとはこういうルミナラバーチっていうのもあるので、そうですね、はい、いろんなタイプが、これか、さっき見てた、はい、そうですね、はい、イルミネの中の、いろんな種類ですかね、うん、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います、はい、でもちろん充電器付きのルミナラもあるので、はい、やっぱり100均のやつと安価なものとの違いっていうのをちょっと一回ご購入いただいて確かめていただいてからお客さんとを提案していただけるといいのかなと思います、はいはい、あとは、あ、そうですね、こちらのポタリーシリーズに行きます。はい、こんな形で。はい、先ほどお見せした、この球状の、オーナメントですけれども、それ以外にも、置いてかわいい、ちょっと色にちょっと、ゴールドをあしらったような、ちょっとかわいらしいシリーズも、統一感も出せてますので、店頭映えもしやすいのかなと思いますので。ぜひご検討ください。はい、であとは定番の商品とかも並びつつ、はい、クリスマスに向けてのアイテムも非常に充実しているので、はい、よかったら亀山キャンドルな、はい、ご覧になってみてください。はい、まだクリスマスは駆け込み、はい、仕入れそうですね。しておりますので今年はね、はい、特にギフトショーとかも出られないんです、はい、したっけ。そうです、ちょっと弊社ちょっとそうですよね。なので、はい、大型展示会とかでご覧になる機会はちょっと少ないんですけれども、はい、こういった形で少しでもクリスマスの気分を味わっていただけたら嬉しいなと思います、はいはい、そうですね。なので、そういう展示会がない分、インスタグラム、ツイッター、YouTube などを活用して、いろいろな小売店さんだったり消費者様の方に向けていろいろな情報を発信しておりますので、はい、そういったものもチャンネル登録、フォローしていただいてそうです、ね、チェックしていただけたらと思います。はい、じゃあ一旦戻ってまとめに入らせていただきます、はいはいはい、ということでショールーム非常に広くて見栄えがするんですけれども、はい、はい、戻ってきました、はい、ということで、今日は高橋さんありがとうございます、はい、ありがとうございました。で、最後にスーパーデリバリーの方からお知らせがありますのでもう少しだけお付き合いいただければなと思います。今日ご紹介させていただいた商品はもちろんなんですけれども、亀山キャンドルさんでは、営業の担当の方が基本をやってるんですかね。ツイッター営業担当の方がやったり、はい、広報の方がやられたりとかしてるんですけれども、ね、はい、みんなで力を合わせて、はい、特に写真なんかはちょっと営業スタッフとかでおすすめの写真を撮ってこれいいでしょみたいな感じでやってますのでそうですね、はい、ちょっと生な感じが伝わるかなと思います、はい、でそういった写真使われたいようでしたら営業担当の方に問い合わせていただいたりしながら、はい、リアリティのある、ツイッターだったりとか、
インスタグラム拝見していただきながら、ご商売にぜひ役立てていただけたらなと思います。はい、で、実際に取引されている営業担当の方だったりとか、まあ、亀山キャンドルの担当の方々が皆さんで、総出でやられているところのことなので、ぜひインスタグラムだったりとか、あとツイッターとかでも、キャンドルイベントとか、今この時世で若干できないんですけれども、ある時には、キャンドルナイトやってます。はいとかそういったのも結構こうライブ感のある画像とか動画を配信しているのでよかったらご覧いただければ嬉しいなと思います、はい、QR カードからも行けますしインスタグラムとかツイッターとかに、亀山キャンドルハウスというか亀山キャンドルって入れていただけると公式のサイトに到達できしやすくなりますのでぜひ検索してみていただけるととっても嬉しいです、はい、ぜひフォローお願いしますでそれからですね今回ご紹介させていただいた商品の数々は、亀山キャンドルハウススーパーデリバリーの方からご購入することができますので、ぜひまだスーパーデリバリー亀山キャンドルハウスの商品購入されたことない方はぜひご覧になっていただけたらな嬉しいなと思います、はい、お願いします、はい、で本当いい香りしますし、まあ、なんか海外製のキャンドルっていう聞くだけでこう香りがきついのかなとかっていう感じはイメージ持たれる方もいらっしゃるかもしれないですけど、はいはいたくさん炊いてる割に今この空間普通にいい香りですよね。なのでぜひ癒しで使っていた取り扱っていただけると、はい、もう本当にお店の雰囲気も上がりますし、はい向こうのピラーキャンドルとかもあったりとかするんですよね。はいはい、そうですねなので向こうのものもありますので、はい、ぜひ用途に合わせて使っていただけたら嬉しいなと思います。はい、ただ取り扱いやっぱルミナラが一番。そうですね、です飲食店とかで使うんだったらそういうものもいいので、まあ、用途に合わせて目的を決めていただけると、はいまあ、そういったご相談にも乗れますので、はい、ぜひご検討いただければと思います、はいでスーパーデリバリーではですね来週再来週とまだライブ配信続いていきますのでぜひよかったらご覧くださいでそれからオンライン展示会として商品のご購入もできるような感じになっています今大型展示会とかもどんどん開催しても出店できないというメーカーさんもいたりとか今回出店辞退するというメーカーさんもいたりとかあとまあコロナ禍で、なかなか外出できないという地方の方もいらっしゃると思いますのでぜひこの機会にオンライン展示会を、ご利用いただけるととても嬉しいなと思っておりますそれからスーパーデリバリーご利用されていない方はぜひ事業者の方限定なんですけれどもスーパーデリバリー1点から卸価格で買えるものもあります商品によってはロットになるものもあるんですけれどもぜひこの機会に会員登録していただけたらなと思います本日はありがとうございますということで今日応援させていただきましたということで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます今日どうでしたかそうですね最初ちょっと手間取ってしまってすいません、はいはいこちらこそ、はいまあ、コメントとかもありがたいことにいただけまして、はいはい、コミュニケーションも取れて嬉しく思っておりますまた何かご質問ありましたら、スーパーデリバリー上のメッセージとかも、そうですね、ぜひ送っていただけたらと思います。高橋さんが今担当してますので、はい、よかったら、ぜひメッセージ等をいただければと思います。はい、で、まあ、コロナが落ち着いたらね、はい、皆さん、ギフトショーには亀山キャンドルさん出られないっていうこと、今回は辞退されたっていうことなんですけれども、はい、コロナ落ち着いたりとか、東京いらっしゃる機会があったら、平日ですよね。平日限定にはなるんですけれども、はいはい、アポ取っていただければ、はい、高橋さんにはお会いすることが、時間が合えばって感じで、お会いすることができるので、はいはい、ぜひ商品見ていただきたい方は、お気軽にスーパーデリバリーとか、まあ、直接高橋さんのご連絡先知ってる取引先の方はご連絡していただければ、アポはいつでも取れますし、ショップの方はね、営業日はだいたい空いてますので、そちらの方でご覧になって、はい、東京来たついでにご覧になっていただくだけでも、はい、ショップ限定の商品もありますので、そうですね、はい、ぜひ楽しんでいただけたらなと思っています。はい、ということで、今日は本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。視聴いただきました皆さんも本当にありがとうございました。ということで、今日はこちらで終わらせていただきます。本当に視聴いただきました皆さん、長い時間本当にありがとうございます。ちょっと今日最初の方で Facebook のライブがつながらなくて若干テンパったんですけど無事終えられてよかったです、はい、亀山キャンドルの商品をまたご購入いただいたりとか展示会気分を味わっていただいて、取引につなげていただけたらとても嬉しいなと思いますのでぜひスーパーデリバリーで の仕入れを楽しんでいただけたらと思います本当にありがとうございますよろしくお願いします
本日はありがとうございました。それでは終了させていただきます。はい、失礼します。